2024年の2月の16日、まあ、最近というか昨日香川でだいぶ歩いたり移動したりしたので、まあ、割とゆっくり過ごしていて、で髪の毛切りに行って、そしたらまあ大阪の人で、あれもありますこれもありますみたいな観光の話とかして、で、まあ、そういえば敵塾尾形コアの場所前もあるなっていうふうに思ってたんですが、行ってなかったの思い出したので、まあ、ちょうど歩ける場所だったので行ってきて、まあ、一般的には敵塾で学んだのって福沢諭吉が比較的有名だと思うんですけど、慶応義塾を建てたりだとか、まあ、そういう歴史の舞台になったような場所が見られてよかったですね。あのそこで泊まり込んで勉強していたなんか広間みたいなスペースも残ってたりしたのと、結構撮影可能なエリアも広かったので、まあ、大阪に行く機会のある人にはおすすめの場所の一つですね。でそのまま近くの大阪中央公会堂っていう、昔その建てられた東京駅とか建てた人と同じその辰野金剛が建てた建物だったりとか、中之島中央図書館っていう、これもまあ割とかっこいい建物の図書館を見てきて、まあ、中でちょっと本読んで、まあ、帰ってきたっていう感じの一日ですね。でもその図書館の向かい側に大阪市役所があるんですけど、これもなかなかかっこいいデザインの建物で、中入っても天井がそのまあ、豪華なデザインがあったりして、なんか随分とその役所の建物にお金かけてるなっていう印象でしたね。その後久しぶりに TikTok アプリ開いて、なんか猫の動画とか旅先の動画とか少しアップロードしてみたんですが、まあ、勝手に音楽レコメンドしてくれて、それがそこそこそのあってその音楽だったりとか、まあ、随分とアプリも進化してるなっていう風に感じられたのと、まあ、だからいろんな若い人とかがそれで気軽に作って使ったりしてるんだろうなっていうのが分かって、まあ、YouTube は YouTube でやるんですが、 TikTok の有効な使い方みたいなのもいろいろ試してみてもいいかもしれないなっていうふうに思いましたね。ニュースとしてはロシアの反体制指導者のナリヌワイ氏が獄中で死亡したという報道がありました。日本もいろいろな問題がありますが、少なくとも政府に反対するような意見も自由に言えるような環境に今はあるっていうのは、まあ、本当に恵まれていることですよね。以上です。